宮古島生活10日目本日はですね、市場でマンゴーを買いまして、そちらをちょっと食べたいと思います。マンゴーです。宮古島産のマンゴーです。方がめっちゃ難しいんですけど、なんか平べったい種が入ってて、それをなんかかわすように切るみたいな。で、ちょっと切るのかな。あれ買って切り込み入れて、あのベタなやつですよね。ベタなやつ。めっちゃいい匂いする。ちょっとこれも食べます。うん、めっちゃ甘い。うまっ。マンゴーの食べ方ないかなと思って、調べたら、生ハムマンゴーっていうレシピが出てきたんですよ。はい、僕は皆さん知っての通り大の生ハム好きじゃないですか。生ハムを買いまして、はい、今から生ハムマンゴーしたいと思います。うますぎる。うま。衝撃。もちろんマンゴーのだけで美味しいんですよ。けど、最高のフルーツの甘みの後にちょっともちもちした食感の塩っ気、生ハムの。これちょっとやめられへんかも。めっちゃうまい。これほんまにやってみて。最高。本当はこれなんかワインとかかな、これっておつまみの多分レシピやと思うんですけど、とんでもなくうまい、これ。笑けます、ちょっと。うまい。甘じょっぱい、甘じょっぱいが好きな人めっちゃ好きかも。チーズのピザのに蜂蜜かけるやつとかめっちゃ好きなんですけど、1800円のマンゴーとあと300円ぐらいの生ハム、2100円分。